日本一でかいご当地グルメ研究家がご当地グルメをご紹介。全国各地にあるローカルチェーン店、その種類はスーパーマーケットから飲食店まで多様ですが、ある地域に11店舗以上出店しているチェーンストアのことをローカルチェーンと言います。同じ商圏に出店することで知名度が高くなり、物流や広報などでも大きなメリットを得ることができるそうです。ブランドのチェーン展開の際には、まずはこの方法で小さくスタートして、その後ナショナルチェーンとして全国に展開していきます。今回ご紹介するスガキヤは、名古屋を中心に展開するローカルチェーン店。コロナ禍に北陸の全撤退もありましたが、東海地区、関西と静岡など200店舗以上のチェーン店で構成されています。スガキヤのメインアイテムはラーメンとデザート。まずはラーメンをご紹介しますが、このラーメン、たびたび行われる食べてみたいご当地ラーメンチェーン店のランキングでは常に上位に入るお店なんです。わざわざそのために旅行に行くかと言われれば悩みますが、確かにこの味はここにしかないですし、なんかやみつきになる不思議な魅力が詰まっている、それがスガキヤなのかもしれません。オーソドックスなスガキヤのラーメン、さっぱりとした豚骨スープの中に和風だしが効いたもの、一杯300円台というコスパの良さも魅力です。おそらく最初はびっくりすると思います。強烈なカツオ風味の豚骨スープ、他ではありません。カルチャーショックとはまさにこのこと。正直最初はびっくりいたしましたし、一般的なラーメンとの違いに拒絶する人もいました。メーカーのホームページには、豚ガラより抽出した豚骨スープと昆布や魚介から取った出汁を合わせることでスガキヤの味を生み出しているそうです。なお基本的には創業当時から変わらぬ味を提供し続けているスガキヤのラーメン、この味は他では味わえないものであり、東海地方の人々のようにこの味の虜になる人も全国に多くいます。もともと昭和21年に甘味屋としてスタートした経歴を持つスガキヤ、甘味屋として顧客ニーズに合わせる形でラーメンを考察した際に、近隣で豚骨ラーメンが非常に人気であったために、豚骨でスープを取り、他店との差別化を図るために和風だしベースを加えたということです。その後昭和40年代スーパーマーケットの普及とともに出店が加速、ショッピングセンターのフードコートなどで短時間で安価に食べられる形で、主婦や家族連れを中心にファン層を拡大していきました。先ほどもともと甘味屋が出発点ということを話しましたが、他県の人にはショッキングなのですが、スガキヤではラーメンとソフトクリーム、さらにはクリームぜんざいを一緒に頼む人が多いことでも有名です。さすがあんこの消費量が日本一とされる名古屋ならではですね。もちろんラーメンを食べないで学校帰りに甘味屋として冷やしたゆで小豆の上にソフトクリームが乗った人気メニューのクリームぜんざいを一緒に頼む学生たちも多いです。
ちなみに先ほどから動画で違和感を感じている人も多いと思いますが、スガキヤに行ったら箸を使わず、スガキヤのラーメンフォークを使ってください。正直非常に食べづらく、箸も置いてくれているのでそちらを使ってもいいんですけれども、創業者が木材の伐採による環境保護等を思い、箸をさらばの精神で1978年に、このラーメンフォークが誕生しました。麺もスープも一本で済むというスタイルは独特です。一部にはケチだったというオチもありますが、そんな環境問題解決に一夜を投じたラーメンフォーク、これまではですね、右利き専用の、スタイルだったんですけども、2007年には左利きも使える現在のデザインに変更。ちなみにこのラーメンフォーク、機能や工業デザインとしての評価はすこぶる高く、ニューヨークにございます近代美術館 MoMA のショップでも販売されているものです。確かにどんな料理でもこの一本で済むという優れものである、アメリカ人にはとってもおしゃれなものに感じたのかもしれません。ラーメンフォークとともに忘れてはならないものがあります。このお方でございます。昭和33年誕生のスーちゃん。東海地方では当然知らない人はいない。手にはラーメンとソフトクリームを持っています。看板メニュー。実はスーちゃんは4人と2匹の家族、ラーパパとメンママの両親に、スーちゃんと弟のプーちゃん、そして犬のウーと猫のミャー、つなげて読むとラーメンスープうみゃー、感動です。さて最後に、スガキヤの豆知識でお別れです。ぜひこの動画が良かったらチャンネル登録並びに高評価お願いいたします。まだまだ豆知識。フードコートなどの呼び出しシステム、スガキヤが最初。今では当たり前になった呼び出しベル、正しい名称はソフトコール。実はこれを日本で最初に導入したのはスガキヤだそうです。お客様に気持ちよく食べてもらうことに加え、スタッフの負担を減らすことも考え導入したというので、心配りの高さを感じられます。東海地区で冷やし中華にマヨネーズをかけるのはスガキヤのせい。日本で唯一とも言われる冷やし中華にマヨネーズ、実はスガキヤの冷やしラーメンにマヨネーズがついていることが始まりだということです。酸味をまろやかにするためにマヨネーズをかけたということですが、これもスガキヤ初の出来事。以上、豆知識でした。今回は、東海地方に行ったらぜひ味わってほしいスガキヤのラーメン、のご紹介でした。以上、今回のご当地グルメチャンネルでした。またお会いしましょう。